はい、どうも、リントです。はい、新しい家族が増えましたということで、ツイッターではね、軽くお話ししていたのと、プラスミーの、お家がですね、大きくなりましたというところで、ご紹介だけさせていただこうかなと思います。はい、まあ、お家だけで言うとこんな感じになってます。はい、もう散らかってるんであれですけどね、ちょっと汚いけども、はい、こんな感じで大きくなりました。で、もうちらっとね、あそこに見えてるんだけど、新しい家族です。ちょっとね、いろいろお調べした結果、あら、逃げちゃって、昔飼ってたんですけど、まあ、うずらちゃんですね。はい、うずらちゃんとハリネズミ、共存させることが可能というのをちらっと見まして、試しに、あまりにもダメだったらゲージ移して別々で、飼育していこうかなと思うんですけど、ちょっとこちら開けていきましょう。はい、ということで、うずらのちーちゃんです。はい、命名していただいたのは、ツイッターでね、名前つけてくれて、キクヒくんがね、名前をつけてくれました。ピアトモの、まだちょっとビビってますね。で、ちーちゃんのお家はあそこに、あそこが巣ですね。結構ね、もう中もぐちゃぐちゃ、あとバサバサするので餌がちょっと中に入っちゃったりとかしてますね。はい、ここに卵とか産んでくれたら嬉しいけど、使ってくれるか謎です。最近ずっとね、ここじゃなくてこっち、この砂場の中にいます。これはね、本当は調味料とか入れる用のケースなんですけど、あ、戻ってきた。砂舞うので、ちょっと横にね、あったらいいなということで、あれを使ってます。ちょうど使ってなかったしね。一応これみーくんのね、おトイレ用の砂なんだけど、おトイレね、なんでかわかんないの、この回し車の下にするのよね。あとはね、ご飯食べながらうんちするのよ、この辺。はい、っていう感じですね。一応あそこは、おお、びっくりするな、もう。あそこはみーのお部屋と、あ、みーのお部屋じゃない、みーのご飯とちーちゃんのご飯とですね。で、みーは今どこにいるかっていうと、この中にうんちしてるんだよね。で、あの餌をね、実はあっちの粉っぽいのは、あのちーちゃん、うずらちゃんの餌なんだけど、あのうずらちゃんの餌もね、ミー食べるのよ。で、問題ないのか調べたら問題ないみたい。あの、食べてるのがこう穀物だったりするのでね、問題ないみたい。はい、カルシウムとかも含まれてるからいいらしいよ、なんか。まあ、でも一般的には普通は食べないらしいけどね。こう本来ね、鳥と哺乳類を一緒に飼うってあれだからね。あ、出てきた。こんにちは、こんにちは、元気ですか。ペロってしてるね。あなた先ほどミルワームいっぱい食べたでしょ。で、餌とね、一緒にこう混合しちゃって汚くなっちゃうから、水はそこに。ちょっと待って、今ミルワーム出してあげるから、食べたいんでしょう。ちょっと待ってね、片手じゃ出せないんだな。よいしょ、あ、出せそう。よいしょ、ちょっとごめんね、ビビるでしょきっと。これこれ、ミ、あんたアイドルだもんね。うわ、なんかあそこにうんちあるやんけ。ほら、ミ、ミ、ほら、これ、ミルワーム、乾燥ミルワームだよ。これあ、落ちた。あんた、うちのアイドルだからね、いっぱい出てきたね。え、帰るの？帰るの？ミルワーム食べたいんじゃないのか。そこうんちあるから食べちゃダメよ、そのうんちは。で、喉乾いたの。なるほどね。ね、
ちの子はね、投げないと食わないからね、この辺に取って落としたら食べるはず。食べないね、ビビってるね。ああ、ビビってるね。まだ全然ビビりなんですよ。あ、見つけた、食べた。こんな感じで食べます。で、そのね、食べてる横目にミーが、ね、よいしょよいしょ、はい、ちょっとビビりだけどね。で、横からはね、こんな感じで汚れないようにしてあります。下にはね、あのワンピースのバスタオルが引いてる。これ多分ルフィの体かな。はい、こんな感じでね、舐めてるもん。あ、今舐めてないね。すごい舐めるんだよね、チーの餌を。あ、ほら、チーの餌だからね。すごいピントが、ピントがもう、もうカメラの慣れなさ具合ね。いいで、ゆっと、よいしょっと、イエーイ。え、ということでね、チーとミーです。ミーちゃんはミーちゃん、ミーチョンっていうね、あだ名つけさせていただいてるけど、本名はミーです。一応本名はミー、ミーチョンはあだ名、チーちゃんはね、チーちゃんで名前かな。ただ今気づいたんだけど、ちーちゃんの名前の文字のところ一個どっか行ってね、ちの部分なくなったね。ちゃがない、ちゃがないよ、ちゃが。茶がないね、茶がないね。貼ったシールも剥がれてるしね。うん、茶がないね。茶のシールはね、さっきどっかにあったから、後で茶の矢の部分だけ貼っといてあげるね。はい、って感じです。ということでね、チーとミーが新しく家族になりましたね。ツイッターの方にはね、写真何個か載せてたんですけど、あの YouTube には特に載せていなかったので、載せようと思って今動画を撮ってます。はい、これからね、うずらのチーちゃんとハリネズミのミーくんの共同生活もなんか動画に撮れたらね、日常的な動画ちょこちょこ増やしていこうかなと思います。はい、ということで、以上、リントでした。あんた、カメラわかってるね。撮れたか気にしてくれてんの。いいね。はい、という感じでした。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。ピントがずれている。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから。Twitter のフォローは概要欄から。その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。